これも皆さん大好きなんじゃないでしょうか。はい、もうタイトルにあるようにダンピングをなくすために考えよう。はい、イエーイ。適当なノリですよ。ぎこち問題を探していると、うん、はいはいはい、ダンピングという言葉がですね、うん、すごいよく出てくるんですけれども、はいはいはい、このダンピング、うん、なんで起こるんでしょうか。やっぱあれね、値段で勝負してるところですよ。おう、それも間違いないですね。まあうちは安いから、はい、そこよりも安いから、うん、うちでやってくださいというお願いに使ってるってことですね。はい、そうですね。だから一個の強みとして、うん、やってることだと思いますよ。はい、だから技術じゃなくてお金ですよと、はい、まあ一番楽なんでね、売り手側からすれば楽じゃないですか。値段下げれば仕事が出るみたいな、うんうんうん、だから企業、まあそれも一個の企業努力かもしれないけど、技術的なところの努力はしてないかもしれないですね。安売りっていうことですね、うん、要は、うん、その安売りって武器っていうより諸刃の剣というか、うん、攻撃にはなってんだけど自分も怪我をこぶるみたいな、うん、なんかそんなイメージがあるんですよ。はいはい、まあ今それをやり続けてきたことによって、うん、まあいろんなところに問題が僕は生じていると思うんですけれども、はいはい、うん、このどうしたらダンピングしないようになると思いますか、うんうん、っていうのをちょっと幸之助に聞いてみたいです。無理ですね。どういうこと？どういうこと？いや無理だと思いますよ。なくならないってこと？なくならないと思いますね。まあ、そうなの？まあ保険制度がこう、なんすか、法律化しない限り、うん、無理じゃないですか。まあ、時期はもちろん保険じゃないので、うん、時期のダンピングとかはもちろんあるので、あ、まあ、そう考えたら無理だと思いますね。だって世の中ダンピングだらけですよ。例えばテレビだって、うん、ピンキリじゃないですか。高いものは高いし、同じじゃあ50型のテレビでも高いものは高いし、うん、安いやつってあるわけじゃないですか。はい、まあ一緒っすよ。本当に技術に伴ってるからやっぱ高い値段を出してる。で技術が伴ってないから安値段出してる。うん、でその金額でしか勝負ができないからそこは安くするしかない。技巧だけじゃないと思うんですね。他の業界だってそれはあるし、うん、なくならないっす。逆になんですけど、はいはい、保険点数、うん、っていうものがしっかりと決まりました、うん、もうそれ以外でやっちゃダメです、うん、ってなれば、うん、なくなる。国で定められてるって。そうかそうかそうか、うん、そうですね、はい、じゃあそれが決まらない限りは、うん、大きいところっていうのはやっぱり体力もあるし、うん、人もいるから、うん、要は薄利多売じゃないけど、うん、たくさんやって、うん、安い金額で売り上げ立てていくみたいなね、はいはいはい、ことができるところはいいかもしれないけど、うん、やっぱり一人でやってるところっていうのはそういうところには絶対かなわないわけじゃないですか、うんうん、そうですね。これ大問題ですね、うん、もちろんねダンピングしていいことなんかないわけですよ、その技巧業界にとってね。ああ全くもって、はい、でそれやることで自分の首を絞めるわけですよ。はい、だから、まあ、さっきっていうか、まあ、前回の話でもあったんですけど、結局目先の金にこう飛びつく人が多いわけですよ、うん、はいはいはい、これもしょうがないというか、うん、どうしようもできないと思います。そのみんなダンピングせずに一定でやろうよって声を上げたところで、うん、絶対いるから。そんな、うん、頑張ろう頑張ろうそうやろうなんて言ったって、一人だけちょっと安くしてごっそり持っていこうって、そういうやついるから絶対、うん、無理ですよ、絶対無理。ああだからもう本当にもう決めるしかないと。決めるしかない、まあ、決めたところで結局自費は違うんだよね。ああまあでもほら自費はですよ、うん、まあ、変な話ですけど、うん、こっちで金額を決められるし、うん、例えば下がりようがあるって言ったら変かもしれないけど、うん、高いところからちょっと下がるぐらいじゃないですか、うん、だからまだそのじゃあ例えば生活を圧迫するかとか、うん、っていうのって、うん、まだなんとか大丈夫だと思うんですよ。まあそうです、ね、元々の金額が金額だから そうです、はいはい、だから保険に関しては、うん、それをやっちゃうと、うん、死活問題になるところも出てくるわけじゃないですか。そう。保険だけはもう決めちゃうみたいな、うん、だからダンピングをなくすために考えようというこの今回のお題に対して、うん、ストレートな答えは、うん、法律にしろと、うん、ダンピングがなくなったら、うん、全て丸く収まるのか、うん、要はその、うん、
業界良くなるのかであればどう思いますか、うん、いやーそれだけじゃないですからね正直、うん、それだけじゃないあ問題がダンピングだけじゃないからだけじゃないそれが解決したとて、うん、全て良くなるわけじゃないじゃないそういうことねだって思いますけど、うん、どの業界本当にすごくいいって言われてる業界って何なんですかちょっと俺分からないですけど絶対ありますから問題はどの業界においても、うん、何かしら抱えている問題これが解決したらもちろんその良くなる人も多々いると思うので、うん、これをやっていきたいやっていかなきゃいけないなと思いますけど、うん、もう抱えている問題は多々あるのでその問題がもうさらに強調されてくるんじゃないかなと思いますけどああそういうことね、うん、これが良くなったから、うん、すごく良くなるかって言ったらそうではないけど、うん、結構重要な問題だと思うってことですねそういうことですねあ、はい、まあなくならないでしょうねこれはまあでもそこをね何とかしていかなきゃいけないと思うんでそうですね、はい、まあ声を上げるのは自由なんでね、うん、声を上げてきっかけになれればいいですねなんかねうんうんうん、今回は、うんダンピング問題、うん、まあここに関しては、はい、やっぱり国が動かないと、うん、まあどうしようもできない問題かなと、うん、ただ声はみんなで上げていこうということで、はいこれからも発信し続けたいなと思いますはい、はい、また意見コメントあれば、何でもいいんで、はい、意見くださいはい、はい、ということで今日も同じでおりますありがとうございましたありがとうございました。